真田丸入城第41話あらすじ。豊臣秀頼に味方をし、仕官を決意した雪村。家康は浪人たちが大阪城に集まっていることを耳にした家康は、九度山の見張りを増やすように命じる。雪村は亡き父正幸の旧臣たちへの参戦呼びかけの密使を使わすが、徳川家の周囲の監視の厳しく、雪村自身は思うように身動きが取れない。そこですでに懇意にあった村長長兵衛と策を講じ、酒宴を開いてのにぎわいに紛れて雪村は九度山の脱出に成功。そして雪村は巧妙にかいくぐっての険しい道行きへ。一方、上田城の信行のもとには家康から出陣するよう命令が届く。体調を崩していた信行は、二人の息子の長男信義と信政を代理として真田陣を率いるようにさせる。二人は初陣となるが、妻の稲からある提案がなされる。大阪城入城を果たした雪村を待ち受けていたのは、京からの真壁や土佐からの長宗壁森近智織勝長、宇喜多秀家重臣のキリシタン大名明石武則たちをはじめ、一癖も二癖もある老人たちの集まりと熱気だった。そして重臣大野春長と木村重成に導かれ、雪村は立派な若武者となった秀頼と対面する。また雪村はちゃちゃと運命的な再会を果たすことに。